どうも皆さんこんにちは、吉山です。はい、今回はウルクススのレベル10で、僕は体験ですね。でタピオカが双剣、ロックンさんが種族姫のデスパライズで、ヤライさんが、今流行りのドンキ使いのアカウント武器ですね。でこれさ、クエストこれウルクススとガムートなんだけど、これ絶対同時なんだよね。これ絶対同時だから煙弾持ってきたけど、まあ、同時でしょ。なんかのレベル9ぐらいでね、同じようなクエストがあったんだけど、それ同時だったんだよね。だからこれも多分同時だから、煙玉をしっかり持ってきたんだけど、使わなかったら泣く。いやでもウルクスス倒した後にガムとか下からこんにちはって出てきてもさ、いやお前誰やねんって猫飯忘れてるやないかい。猫飯最近忘れんだよね。うん、いない、あれガムート、ガムート1匹だけかい。俺なんか煙玉使って、なんでこいつ煙玉使ってんのみたいな雰囲気になってるじゃん今これ。俺なんか変なやつみたいな空気出てるじゃんこれ。最悪やわ。ガムートかコードバタン分かんねえんだよな、ガムートは。まあなんかとりあえず後ろ足となんか尻尾切ってればいいみたいなやつでしょ。クラウンかい。うわ、あの状態になっちゃった、例の状態になっちゃった、例の状態。すっ、待って、本当に分かんない。ガムートさん、君はね、目玉じゃないからすぐ沈んでもらってええで。ガムートさん、まあ、とりあえずなんか足壊してやるみたいな感じでしょ。お、ナイス、いいね、タピオ。あ、タピオはエリアル双剣が、さては、ちょっと待って、出れない。ちょっと待って、出れない、助けて。オッケーオッケー、ナイス、いいね。鼻行こうか。鼻が弱点でしょ。嘘だろ、なんといういいタイミングでマヒル。やべ、何やってんだ俺、バカ。え、違う、やばい、この人鼻の穴だったの。汚い。画面的に汚いわ。絵面的に汚いわこれ。1、2、3、当たれよ。くそ、獣宿し。最近真の流炎山よりね、獣宿しの方がね、なんかダメージ効率的にいいんじゃねみたいな。まあ当たんなかったら意味ないんだけどね。まあそこでやっぱ当てるのがやっぱ仕事じゃん、体験の。1、2、3、 OK。 え、もう乗った。あ、乗ってないか、びっくりした。早すぎないと思ったわ、さすがに。お、乗ったね、早いな。本当にあの人早いな。ガムートあれだよね、的だからね、正直。こんだけでかいと。エリアルの的だよね。ちょっと待って、当たる、危ない。タピオ、ダッシュ、タピオ。あ、ガムートなんか目の前から見るとやっぱかっこいいよね。なんか、生きる古墳みたいな。なんか、現代に生きる古墳みたいな感じしない？するよね。現代に生きる古墳だね、こいつのあだ名は。流行らして。これ流行らそう。流行んない、さすがにダサすぎるか。日産、オッケーオッケー、めっちゃ当たってるよ、いいね。しかもまとまきったね、いいね。うん、足狙っていきて、足狙って、ちょっと待って、こんなケムクジャラな、胸ちょっと見せないで、本当に。またほんと足狙っていきたい。1、2、3、足の方が柔らかいしね。獣宿し、スイス、あ、終わった、早い、もう完全になんか麻痺乗りで、間違えた、逆だ、乗り麻痺で楽勝すぎだね。どこ、痛い、おい、これ当たる？ 1、2、3、当たれ、当たるわけない。よく俺当たれってあそこで言えたな、俺。過去の俺に言いたいわ。お、ナイス、いいね。1、2、3、頭定点狙いしていきたいんで、もう一回これ。1、2、3、当たんないんかい。すっ、あーっと、遅かったじゃない、早かった。あ、違う、遅かったと早かったの区別もつかなくなった。終わったわ。ナイス、いいね。罠仕掛けらんないんだね、そういえば。でウルクススはね、落ちるっていうか、乗り成功すると前に来るんで、しっかりここでこう貯めるとしっかり顔面にね当てることができます。るっ、さらに1、2、3、 OK、 いいね。獣宿し、タミギリ当てていきたいけどな、当たるかな。吉田も当てられる、タミギリ吉田も当てられますか。いける、1、2、3、ちょっと待って、すまん、これ遠くね。ですよね、ちょっと遠かったわ完全に。てい、コンビネーションプレイ、せい、いいね。あー、回避間に合わなかった。ウルクススはね、ケツと頭、ケツじゃないな、なんかケツのちょっと上、あれ背中に含まれて痛いです。背中に含まれてんのかな、なんかね、ケツのちょっと上と、
あの、まあ、背中かケツのちょっと上じゃん。人間だったら背中だわ。と頭がね、肉質柔らかいんで切っていきましょう。1、2、3。それ赤部の体験貯めるとあれだ、なんか開くんだね。うわ、ゴッドイーターみたい。あの捕食、ゴッドイーターのあの捕食するときのあの開く感じにすごいなんか似てたわ。じゃあのモンハンにゴッドイーターの話持ち込むのはどうかと思うけど、俺どっちも好きなんで。あのゴッドイーターの1しかやってないけどそれ好きじゃなくねそれ好きじゃなくね。でもすごい面白かったのはね、記憶にある。だからね、ゴッドイーター民とね、モンスターハンター勢はね、本当に仲良くしてほしい。なんか仲悪いイメージない？結構コメント欄でさ、ゴッドイーターとかの話してると、なんか、あ、終わった、早い。はい、5分で終わりましたね。5分で終わったけどさ、これもう、5分だね。なんでもないわ。なんか、全然、あれだってね、まあ、初戦はだからやっぱウルクススってことかな。まあ、特にもう、こいつに至っては本当弱すぎて話すこともないレベル。あのでもね、あの動画でね、唯一2つなんで俺を葬ったのはこいつぐらいじゃないかな。初見プレイで俺葬られたからね、マジで。はい、といった感じでウルクススも余裕でしたね。まあ、なんだろう、ドジのクエストがあるんですよ。で、それだから、これとちょっと似たクエスト見つけたら煙玉持ってった方がいいですよっていう謎のアドバイスをして、さようなら。